日銀はきょう3月の短観・企業短期経済観測調査を発表し大企業製造業の景況感は7年ぶりにマイナス圏に転落しました新型肺炎の感染拡大などを受けて大企業製造業の景況感を示す業況判断指数はマイナス8と去年12月に実施した前回調査から8ポイント悪化しました また、堅調だった宿泊・飲食サービスの景況感も急速に落ち込んでいてマイナス59と前回調査から70ポイントと大幅に悪化しました。